はい、こんにちは、キです。なぜかスプラができる時間がガチ当たりだー。うわー、うわー。今週、唯一、スプラに時間が取れて、今、つけてるんですけど、なぜかあさり終わってるわー。チャージャー、本当にきついってことがね、わかりましたわ。やっぱなんか、アサリなんかこの間動画撮った後イライラしてシューター適当に持ったんですけど、まあ、なんかほんと連動が低いシューターでもとりあえず機動力あれば動き回ってアサリ集めて勝てるから、結局なんかある方が勝つんだなっていうの。こいつ誰？機動力がないチャージャーは、ほんとしんどいわ。オブジェクトも移動するしさ。うわ、外したありえねえ。めっちゃ下手い。集中できないですね。裏のローラーぐらいやってほしい。エール使いこなしてる。うまくない？僕マジで超うまいわ。ヘイトは変えたかな。ゴムがうますぎる。チャージャーじゃない部分で頑張ってる。飛んできますね。計算し尽くされたボムだ。ワンチャンカウンター拾うのありだな。相手のローラーイカ人じゃないね。異常なまでに速度は速い。うわ、マジか、今の当てたかったな。ナイスナイスナイス。この辺からローラー。パンチエイム悪すぎるわ。今日ボムの日ですね。やばい、無駄プレッサー入っちゃった。これマジで無駄。本当に無駄な時間だった、ね、相手ハイプレ溜まってんの、やばいね。あー、
これ負けだわ。あいやー、無駄プレッサーが悪いのかな。いやー、味方も飛んでねえしな。はい、終わりー。もう、アサリもう二度とやりません。はい。今日はここまでご視聴いただきありがとうございました。未来でまた会いましょう。バイバイ。